ドナルド・ユージーン・コンリーは、アメリカ合衆国オクラホマ州、マスコギー出身の元プロ野球選手、元プロバスケットボール選手、ウトを右ミギ MLB 選手と NBA 選手を長期間兼業した、マルチアスリートであった。また、ミルウォーキー・ブレイブスでワールドシリーズの制覇を経験し、その後にボストン・セルティックスで NBA ファイナルの制覇も経験しており、 現存の北米4大プロスポーツリーグのうち2つでチャンピオンリングを獲得した初めての選手でもある。ワシントン州立大学時代は野球とバスケットボールの両方で活躍し、両方のスカウトからプロの誘いを受けていた。当初は大学を卒業するまでは家族がいかなるプロフェッショナル契約を望んでいないとしてオファーを拒否していた。しかし、 熱烈なラブコールについに折れて1950年8月11日に MLB のボストンブレイブスと3000ドルの契約金のプロ契約に署名した。コンリーがバスケットボールのプロ契約も検討していることを知り、ブレイブスのジョン・クインゼネラルマネージャーから決して再びバスケットボールをプレーしないようにという約束と交換条件に1000ドルの小切手を与えられた。コンーはこれを光栄に思い、 1951年シーズンオフは鉄工として働いた。チームメイトで新人のエディマシューズらと共に1952年のスプリングトレーニングに招待された。この頃、数多くのメジャーリーガーやマイナーリーガーが朝鮮戦争に従軍していたが、コンリーは背が高すぎるとして徴兵を延期された。 ところが、4試合12.1回を投げて16、失点と結果を残せず、5月初めには再び、マイナーリーグに降格した。同年4月26日に、コンディーは NBA ドラフトで NBA のボストンセルティックスから全体90位の指名を受けた。妻と話し合い、経済上の理由から11月から3月にかけての、 野球シーズンのオフの時期はセルティックスでプレーすることを決め、クイーンも彼の NBA でのプレーを許可した。1953年はマイナーでは1951年に続き、史上初のスポーティングニュース、マイナーリーグ年間最優秀選手賞を複数回受賞する快挙を成し遂げるほどの活躍ぶりだったが、背中を痛めてシーズン後半に離脱した。 病院に1週間の滞在後、6週間は着用するように言われたバックブレースを取り付け治療プランを開始した。セルティックスで2シーズン目のプレーを行うためにすぐにブレースを外したが、クイーンが今度は NBA でプレーしないように要請したためにプレーを断念した。1954年も当初はブレーブスの4人の先発ローテーションの枠には含まれていなかったが、 途中からコンリーも含まれる5人のローテーションに変更された。コンリーも期待に応え、夏にはオールスターゲームに選出され、8月終わりまで14勝を挙げた。その後に再び背中を痛めて離脱したが、同年の新人王の投票では、ウォーリー・ムーンとアーニー・バンクスに次ぐ3位の得票率を獲得した。背中の治療を終えて、再びセルティックスでのプレイを試みるが、 開幕戦前夜に、今後も2つのスポーツ選手として継続できるか、確信が持てないし、家族と過ごす時間をもっと増やしたいという理由でチームを、辞め、セルティックスに衝撃を与えた。1955年もオールスターゲームに選ばれたが、6月、中盤から肩の痛みを抱えていた。ゲームでは、延長12回表に登板して、ある K ライン、ミッキー・バーノン。 アルローゼンを三者連続脱三振に切って取り、その裏に、先頭打者のスタン・ミュージアルがサヨナラ本塁打を放った、ために勝利投手になっている。シーズン終盤は故障者リスト入りで過ごした。1956年5月28日に、リリーフ当番で、チームに復帰した。ブレーブスのフレッド・ヘイ・ニーシン監督は、コンディーを控えめに起用した。 1957年は初めて故障者リスト入りを回避して9勝を記録。チームもワールドシリーズでニューヨークヤンキースを4勝3敗で破り、ワールドチャンピオンに輝いた。コンリーは第3戦のみ登板し、1.2回に失点の内容だった。コンリーはリリーフ中心で起用するヘイニーに不満を感じ、彼とよく対立していた。 ブレーブスは1958年も前年に続いてナショナルリーグを制覇したがワールドシリーズには1試合も登板できなかった。これに失望したコンリーはブレーブスの反対を押し切って再びセルティックスに復帰した。1959年3月31日にフィラデルフィア・フィリーズにトレードされた。契約はちょうどチームを変えフィリーズの新ゼネラルマネージャーに就任した。 ジョンクイーンの下で成立した。同年4月9日に、セルティックスは NBA ファイナルでミネアポリスレーカーズを4勝0敗で破り、コンディは2つ目のチャンピオンリングを獲得した。コンディは2013年時点でも、北米4大プロスポーツリーグのうち2つのチャンピオンチームでプレーした唯一の選手であり、ワールドシリーズと、 NBA ファイナルの両方に出場した選手も他にはスティーブ・ハミルトンのみである。数日後に遅れてスプリングトレーニングに参加した。最初はリリーフだったがすぐに先発ローテーション入りを果たし12勝7敗を記録した。この年にフレッド・ヘイニーの下でオールスターゲームの第一戦、第二戦両方に登板している。1960年は 勝利数以外の内容は前年とあまり変わらなかったが、発祥に終わった。NBA ではリバウンドの名手として、この年の NBA ファイナルでセントルイスホークスを4勝3敗で破ったセルティックスの連続制覇に貢献している。フィリーズは2万ドルで冬の時期から始まる、次の NBA シーズンでのプレーを放棄するように提案したが、コンリーはこれを拒否。 同年12月15日のボストンレッドソックスへの遺跡をもたらした。6フィート7インチのフランク・サリバンが交換相手だったために、コンリーはこのトレードを野球の最大のトレードと呼んだ。1961年は NBA ファイナルでセルティックスがセントルイスホークスを4勝1敗で前年に続いて破り、NBA ファイナル3連覇で全日程を 終了させたのが4月11日だったが、その2週間後の同月25日には、MLB の試合に登板して8回まで無失点に、抑える口頭を見せた。この数試合後に、肩の痛みが戻った。このシーズンは199.2回を投げて11勝14敗だったが、痛みはシーズンを通して続いた。1962年は、駆け出しのプロバスケットボールリーグのチーム、 フィラデルフィアテーパーズでプレーした後に、スプリングトレーニングの日程のほとんどに参加し、自己最高の15勝を記録した。肩の痛みは多く飲酒することで気にならなくなった。野球のシーズン終了後に、バスケットボールの方では、NBA のニューヨークニックスに移籍した。壊れた右手の人差し指と足首のひどい捻挫により、 早々と NBA でのシーズンを終えたために、1963年は、スプリングトレーニングのすべての日程に参加することができた。しかし、慢性の肩の痛みもあり、バスケットボールの怪我は大きな問題であったことが判明し、6月初めに離脱した。9月に復帰して2試合に登板したが、これ以降は二度と MLB の試合に登板することができなかった。 ニックスでプレイしたが、疲労と故障のためにほとんどチームの戦力になることができなかった。1964年4月21日にレッドソックスから放出された。その翌日にクリーブランド・インディアンスと契約を結ぶが、6月1日には放出された。スポーツ選手を引退後はマサチューセッツ州ボストンにあるダクトテープの会社で働き始めた。数年後に、 会社の所有者が亡くなり、事業から引退するまで、自身の製紙会社を36年間所有していた。2017年7月4日、死去。ありがとうございます。